小学校低学年の教室で使用する黒板の踏み台を唐津市の高校生が制作し、今日地元の小学生が高校生と一緒に工具を使って仕上げました。これは唐津工業高校が地域貢献活動の一環として行ったものです。唐津市の鬼塚小学校から依頼された低学年用の黒板の踏み台8台を建築科の3年生14人が制作し、小学4年生およそ60人と一緒に仕上げました。小学生は高校生の指導を受けながら、電動の工具を使ったビス止めやノコギリで木製の部品を切る作業に挑戦し、最後にヤスリで磨いて完成させました。難しかったけどちゃんとできて嬉しかったです。ちゃんときちんと黒板を消すために大事に使ってほしいです。完成した踏み台は1年生から4年生の教室で今日から早速使われているということです。